分キャンパス。皆さんおはようございます。情報学部長の酒井でございます。本日は暑い中、静岡大学の情報学部のオープンキャンパスにおいでいただき、大変ありがとうございます。情報学部を代表いたしまして、心より歓迎いたします。情報科学科と法学部にある情報科学系の学科と何が違うのかと聞かれます。皆さんも最初多分聞かれてもわからないと思うんですが、僕らがよくその時に説明として言うのはですね、情報科学科っていうのはこのどちらかというとコンピューター、皆さんの現地にパソコンあると思いますけど、ソフトウェアのところが中心になってカリキュラムが構成されているのが情報学系の、学科です。で、工学部の中にある情報系の学科っていうのはどちらかというと工学部っていうのはこのハードウェア寄りのところを、まあ、メインにカリキュラムが設計されてますので、もちろんこのオーバーラップしている部分はありますから、プログラミングとか一切やらないかとかって言われるとそんなことはないんですけど、どっちの授業の内容が多いか、物理学とか生物とか科学とか実験があるかないかとか、情報学部の学科には物理系の実験とかそういうのは科学系の実験とかそういうのはない、そういうところは大きく違う。で、あとこれはですね、2年前、つまり今の、2年生とか3年生とか君らの先輩で学科がまだ3つになる前の情報科学科っていうのと情報社会学科っていう2学科体制で文工融合っていう形でやってた時のカリキュラムです。皆さんはまだ大学入ってませんので、大学入ってからもしくは大学入るまでのことしか頭に描いてないかもしれませんが、僕らが育てて描いているものっていうのは大学入ってからのですね、しかもその先大学院まで行って、社会をどういうふうに担っていくのかっていう、そういう人材教育っていうところを意識してますので、特に私が所属している情報科学科の方では大体100人ぐらい来る学生の60人ぐらいがですね、ここ全部合わせてですけど60人ぐらいが大学に進学します。で、皆さんはまだ大学に入って大学の4年間どう遊ぼうかなとかって思ってるかもしれませんけど、この4年間をどう過ごすかによってその先に待ち受けている社会人でどういうふうな人生を送れるのかっていうのは大きく変わりますので、そこだけは今から意識する人としていない人とで大きく違いますから注意してください。で、今からご紹介するのはその先の話ですね。まだ皆さん入ってませんので、入った話はまた後でしますけど、入った後もし大学院行ってもいいかなとか、奨学金もらって行こうかなとか、もっと細かい話を勉強したいなって人は、大体6割ぐらいの人が今大学院まで進学して2年間過ごすっていう人が多いな。世の中で起こっていることということを客観的に考えてみてください。今急速な技術革新によって大量データが取得できるようになって、で、分析実行、ここで書いてるようなこういう循環がですね普通に回るような世界になってきています。ですから企業に勤めているお父さんとか、あと新聞とかでもいろいろこう見るとニュースとかでも騒がれていると思いますが、いろんなものがインターネットにつながってデータが集まるようになって、で、そのデータを分析して人工知能みたいなのとくっつけてしまって、なんか制御してとかってロボットと結びつけてペッパーが出てきてとかですね、で、これがぐるんぐるんこう回るような世界が今技術的にできるようになっちゃってるんですね。で、この現状が何を意味しているかというと、領域の垣根というものがなくなりつつあります。今世の中はどういう方向に向かっているかというと、情報学部って言っても例えば工業系のことを やっていなくてできるかって言ったらできないかもしれないし、教育とか自動運転とか、あとスマートハウスとか医療とかですね、インフラの話とか、いろんなところにいろんな技術っていうのが結びつけられて、でそれが例えば集まってきた時にまた分析するっていう時に、僕は農業の専門じゃないから農業のデータが詰まっても分析できませんなんていう人は、これから世の中でどんどんやることがなくなっていっちゃうっていう、そういう感じであらゆる分野で垣根が壁が崩れつつあるっていうのが今の状況です。ですから僕の元々の専門というのはこういうものとか、まあ、いろんなデバイスっていうのをネットワークにつなげるとか、あとそのつながったものっていうのをどういうふうに効率よく処理するのかとか、まあ、オペレーティングシステムをこう分散してやるのかとか、そういったところは専門なんですが、今はそこの技術とか知識はもう十分ついてますので、それを生かして別の分野のところの応用事例っていうのにどう生かせられるのかっていうことをやっています。で、その時重要になってくるのがですね、素人的な発想でもプロート的に実行できるような力っていうのを持ってないと、今のような、その次の世界っていうのは作ることができません。ですから皆さんはまだ高校生でこれから大学に入って基礎的な勉強をしていって、でだんだん情報系の技術を身につけていって社会人になるっていうふうになると思いますけど、世の中で求めているのは
例えば素人的な発想で思ったことをいかにクローズ的に実行できるのかっていうのが非常に重要になってきます。でいきなりクローズ的に実行するなんていうのは不可能ですので、今からコツ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 としのげを削って勉強していかないと、やりたいっていうことを技術的にやるときにこれは分からないことは勉強しなきゃいけない、線形代数とか数学とか微分積分が実は関係してきている、そういったところに実はぐるっとって戻ってきてしまいますから、それを今からですね感じて勉強していくことができれば、情報学というのは応用学としての実践なのかなというふうに思います。そういう感じで大体雰囲気はもう伝えられたと思うんですけど、私の専門は今のような感じで、知的なセンサーネットワークシステムっていうのを研究をやってます。大きく考えるとこの分野っていうのを全部全員当たってやってるんですが、全部こうやっているとですね、だん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 細かいところの課題っていうのが見えてきますので、この細かいところの課題っていうのを、より深くですね、まだ広く浅くやるんですけど、そこはだんだん狭く深くこうやっていって、研究っていうのは国際的にも認められるっていう、そういう研究をやるような状況になっています。でこういう研究をやってるとですね、企業の方々っていうのもいろいろ興味を示してくださるので、例えば KDDI の研究所さんとかと一緒にやってる研究では、今いろんなデータっていうのはインターネット上こう出てくるようになってきていて、たまに基地局が負荷いっぱいになってメールが配信できなかったりとか、総務省からもなんか、業務改善命令とか指導が出したりとかするっていう事実があると思いますけど、この増え続けるデータっていうのをどういうふうにオフローディング、つまり負荷をこう分散させるのかっていうところが結構大きな課題になっています。で私が考えた方法というのは、データ通信というのはですね、ずっと常に、動画とかだったらその通信したいって時にデータ来ないと問題ですけど、例えば自分でカメラで撮ってる画像とかをバックアップとしてどっかに残しておきたいっていう時に、撮った瞬間に向こう側でバックアップ取れてる必要ってないと思います。ですからそういう遅延を持たせてもいいようなディレイトレラントって言いますけど、こういうデータであれば上り方向とか下り方向の通信のタイミングをもう神様みたいなのがいてですね、それをコントロールするってことができたとすると、空間利用効率っていうのを最大化できるんじゃないか。つまり駅の周辺は混んでいるけどそうでないところは空いているとか、夜は通信量が増えるけどそうでないところが多くないときに、こういう電力のピークシフトと同じようなことが通信の業界でもできるんじゃないかっていうふうに考えてたんですね。で、こういうことをやるための研究っていうのを、大学の3年生とか4年生ぐらいになってくると、ダークで勉強したことを生かしながらプロトコルの設計をしたりとか、こういうグラフを作ったりとかして、体感っていうコンピューターの中身っていうのはこういうふうな構造になってるっていうのを勉強したりとか、人間が目で見てプログラミングっていうのはコンピューターの中では01の機械語っていうのに変換する、その変換する仕組みっていうプログラムを作るってことを実験でやったり、あとはそれを実際のこういうハードウェアの中に書き込んでコンピューターの動く仕組みっていうのをゼロからこう勉強したり、あとはセキュリティの話とかではですね、コンピューターはメモリーの中にプログラムっていうのを展開してるんですけど、よくホームページ改ざんとかっていうのはニュースで出たりしますが、ああいうのはいろんな設定をオフにするとやろうと思えばできるんですね。でそれを実際にこのメモリーのマップっていうのを見て、どこの番地に何が書いてあるのかっていうのをこう書き換えるってことをするとですね、いろいろ好き放題できるので、そういうのを実際に試してみるという、そういう実験とかもやってますね。主体性を育む研究室の雰囲気で、素人発想、クロート実行でやるためには今のような基礎的なところはきちんとできていないと、別の分野のものと融合した研究っていうのはできませんので、そういうのをできるような人材を育成するようなカリキュラムになっているのが100人入ることのできる情報科学科です。以上です。よろしくお願いします。